どうも、大の字です。うーん、たー大の字中学校。うーん、たー、ビキサーです。ユニアンです。大の字、お願いします。フェスあるある。おお、いやー、ロザフェス行ってるしね。今年はフェス戻ってきてほしい ねやりたいね。うーん、まあ、海外からの人はね、もしかして来れないのかもしれないけどね。まあまあ、ね、フジロックはなんか今年日本人アーティストだけでやるって言ってたね。おー、だからサマーソニックかスーパーソニックかどうなるかなって感じだよ ね。さあ、はい、我々もいろんなフェス、まあ、自称日本で一番フェスに呼ばれる、呼ばれる、はい、ありがとうございます、はい、フェスあるある、いろいろあります。フェスあるあるね。まあ僕これいきましょうかね。かはい、フェスあるある、はい、北海道のライジングサンロックフェスティバルの朝寒すぎて、これ絶対みんな覚えといて。めちゃめちゃ覚えてる、これ。これみんな夏なんで寒いって概念がないと思うんだけど、はいはいはい、北海道は朝ほんと寒いから。ほんと寒いよ。でライジングさんのオールナイトのフェスなんですよ、うんうんうん、で朝日をみんなで要するに、はいはい、登っていく朝日をライジングさんを見ようっていうテーマなんですよね、はいはい、割とこうピークは夜中の12時1時ぐらいのアーティストで一回そこからこうまったりしたりとか、うん、いろんな楽しみ方あって、うん、最後こう朝日に向かってうわーっていう感じになっていくんですけど、うん、もう4時ぐらいか信じらんないぐらい寒いですよ。初めて行った時はもうだから夏フェスだからこっち薄着しか用意してなくて、うんうんうん、だけどもう帰れなくて俺もずっと新聞紙詰めてすっげえ寒かったよね。あれ俺初めて行った時は本当にもう気絶しそうになったの、寒すぎてほんで薄れゆく景色の中でなんてか分かんないけど行きで来る時の飛行機の中にもらった毛布をずっと夢に見てたあれ欲しいな、アナの毛布欲しいなそれぐらい寒い。でも本当にアウターとか売ってんだよね、だから古着屋さんみたいな。あ、売ってた。そうそうそう、俺それで買ったもん。あ、俺が最初の方はなかったよ、ね、あ、だからやっぱそういう知らない人がいるからニーズがあるんだ。ニーズがあるんだよ。あ、そうかもしれないだからそういうところであの DJ 大の字のスウェットとか売ったら売れるよ多分これフェスあるあるの客席目線でちょっと喋んなきゃいけないよね。そうか、ちょっと裏側目線ちょっと 今一瞬裏側目線かなと思ったんだよねだからちょっとじゃあ俺裏側目線一回入れていい。あ、俺もじゃあ裏側目線いい。これ裏側多分あるある、はいはいはい、フェスあるあるの裏側ね、はい、あのアーティストエリアある。トイレで大物と二人きりっていうね俺ね、矢沢永吉さんと二人きりだったのね俺めっちゃ緊張したやっぱ。そうか、確かに確かに。パッと入ったら A ちゃんがこうやってて本物の矢沢、もう矢沢永吉さん大ファンだから、はい、でやっぱ見るの、はいはい、で矢沢永吉さんがやっぱここはやっぱ見れないです。やっぱそれはねそんな覗いちゃやっぱ失礼だよね。でもかっこいいのよ、そのなんて言うんだろう、手洗う時とかもなんかこう所作がいちいち、所作がすごくなんか品があるっていうか、上品な感じ、背筋もピンと伸びてて、でうわなんかああいうさりげない手を洗うのがかっこいいとって、うんうん、本当にかっこいいよね。確かに確かに。うわやっぱなりてえなーとか、うん、でその後自分もこう手洗ってて、待ってこう洗ってで外に出た瞬間にさ、天気変わったねって、トイレから出て言う一言目じゃないでしょ。トイレ買ったな俺よく真似するようだから、トイレから出て外とかの公衆便所だったら出た瞬間に天気買ったね天気買ったね俺よく真似するよ。何勝ち負けあるんだよ知らねえよ、レイちゃんじゃねえんだからいくら言われたって分かんねえよ俺が言ったんだったら俺説明するよでも分かんねえのにマネしてるのにマネする俺らのあのロキエンオンジャパンのフェスの時の入り時間異常に早すぎ俺たちね俺たち一番早いから一番早い飲食エリアが開く前に入りたいそうなんだよね、うん、店オープンするの見たいからもうなんだ先行って会場見たいのあのねやっぱそのお客さんが入る前の会場見れたりするから。そうそうでもこう完璧な状態見て今日勝ったねだからいらねえんだよそれなんだよ今日からすぐ楽屋に行くね。そうか、ロッキーオンって言ったらもうあれだ
いいですか、ロッキーオンジャパンフェス、はいはい、ハム焼き2本食いがち。全然食うね、ハム焼き。あれ何なんだろうね、あそこ行ったらね。すごい、ハム焼きしてる。知ってる、ハム焼きって肉のね、バーベキューみたいな、そうそう、太いやつ。あの豚肉ハムじゃないよ、ハムじゃないんだよ。あ、でもあれがハムっていうのかな、本物かな。俺たちが思ってるハム、まあでもハムか、あれはハムだな。あれは食うね、すげえ。あれはだからさ、お客さんもこうやって持ってくるさ、やっぱあのみんな目行くんで、初めて行った人はなんだあの食い物って、こうやって持ってね、こうやって持って、こうやって食う。うまいんだよ、あれが。あれほんとうまい、大好き。俺らも食べさせてもらえるからさ、アーティストエリアはね、そう、ガンガン取り行っちゃう。昔はね、アーティストエリアなかったの、最近あるようになってね。そう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 、そうするともうハム焼きだけ何回もおかわりくだよ。うん、だけどやっぱりね、俺はね、お客さん食ってるとこで食うのがやっぱ一番うまい。あそこ外で、ね、あれ分かった、はいはい、食べ放題になったらつまんないんだよ。なるほど。そう、お客さんが移動してながら食ってるあれがいいんだよね。なんかね、楽しそうなんだよ、ね、あれがうまいのよ。あれで乾杯とかしちゃったりとかして、ね、そう、茨城来たって感じするんだよ。する、あれはだから絶対食わなきゃダメよ、うんうん、だいたい、そうね、俺フェス飯で行ったらとろろご飯、おご飯にとろろ乗せてるだけよ、もうシンプル。うん、あれが山ん中で食うとうまいんだよね。で、サマソニはマグロ丼だよ。はいはい、そうだよね。だって大体生の刺身って食えないからね、うんうん、なぜかサマソニだけで、あれね、あんのよ。うまいよな、あれは。ほんとうまい。確かに確かに。で、ロッキーオンはもうハム焼き、ハム焼き。で、まあマグロックはごま出汁、ごま出汁、ありがとうございます。ハム焼き、俺もう一回テンション上がった時、ここにウルヴァリン見てるんですよ、持っちゃうから挟んで、あるあるある、みんなの持ってきたぞっつって。フェスキッズたちのリュックのカスタム個性的。あ、何あれ、あの腕に巻くさ、輪っかをさ、輪っかのやつね、輪っかにつけてる、すごいつけてるよね、あれ。あ、なにあれ、あれわかんない、あれ何、もはやあれもうそういう民族だから、あれね、確かに。あれさ、いや、あれは独特のファッションセンスというかね。要は行ったフェスもあるし、要は京都大作戦とかのやつとか、はい、ラババンってやつだよね、はいはい、要は好きなアーティストとかもうずらーって揃えてるってことでしょ。それをだからリュックにつけて、リュックに、まあ腕だと限界あるし、うん、やっぱみんなあんな巻いちゃったらうっ血しちゃうから。無理だよ、こんなとこが。だからミシュランタイヤみたいになっちゃう。リュックにつけんのよね、あれは。俺ね、世界に流行ると思う。でもたまに電車乗ってるって、そういうリュック背負ってる子いると、あ、この子フェス好きなんだなーって言って、ちょっと俺のこと知ってる、知ってるかなって。だいたいすれ違いざまにさ、なんかさ、見取り図面白かったよねとかって、あの M1 の感想言ってるやつは絶対俺らに気づかないし、気づかない。その層に俺たちは言いづらいけど、もうフェスキッズは意外に気づくからね。意外にね、そう、あれって大丈夫だ、大丈夫さんじゃないですかみたいな、カウントダウン毎年大の字で踊ってますみたいな。だからフェスキッズを俺たちは甘やかしてくれんだよ、昔から。気持ちよくさせてくれるよね。この間も現場でさ、メイクさんかなんかがさ、あの、私はおじさん、大の字さんにちょっとお礼を言わなきゃいけないんですって。え、何です、メイクさんが、メイクさんが、え、何でしょうっつって、あの、私カウントダウンを大の字さんで過ごさせていただきましてっつって、フェスの時に最初はもう他のやつ見てた友達が大の字行こうよっつって、それでも正直大の字わかるわかる、告白してくれて、いや俺だって思う、期待値低いよね、大の字って。そうで、年越しだよって、いや、でも、で、友達が面白いからって言って来てくれて、で、見たら、いや、本当に楽しかったんです、うわー、ありがとうございますって言われて、あ、いや、いや、こちらこそありがとうございますって言って、うわ、ありがたい、いや、本当ありがたい。でもそういうのが本当いるんだよ、重宝して、励みになるよ、やっぱ。ああ、俺だ、雀荘でさ、麻雀打ってさ、で、もう自分が先に帰るってなった時、違うとこで麻雀打って一言も言葉交わしてないとか、もうすれ違いざまで、いつも DJ 見させてもらってます、おお、麻雀やってて、麻雀と、もうだからあの人は多分ロックが好きだから、確実に親友になるんですよ。そうだよね、俺雀荘で親友されちゃうかな。ホントあるよね、それだけは、意外なとこでね。確かに、そうそうそう、あれは面白いよね、本当に。ありがとうございます。だってさ、2007年だったかな、うん、カウントダウンジャパンが、ね、大阪でもあったな。あ、はいはいはい、
で大阪の時のあの時の2007か8どっちかだったかな、うん、のカウントダウンの大阪の最多動員ってエルレガーデンって俺たちだから、ね、あそう、うん、それが楽屋で発表するんだ、本日の最多動員エルレガーデンと大ロジェスって言われた時のそこに痛くない気持ち分かりますいや俺そんなんじゃないっすよ、ないっすよっていうね、ほんと皆さんの曲を使わせてもらってね、宴会芸やってるだけなんで、ほんとに申し訳ない気持ちいっぱいですってフェスのタイムテーブルが発表になったら一応ね、自分が行くやつを丸こう書いて決めるんすよ、はい、この流れで行こうって、うん、でそれね、予定通りに行ったこと一回もないですあのほんと途中で疲れるから、そうもういいや、またいつでも見れるしなとか毎回フェス出てるなこのバンドだけど似てるんですね、俺サマスにねマリンメッセ遠くて移動やめるってあともうマリンに行ったらもう動かない動かない最初行く前はマリン行って一回メッセ戻って、ね、マリンチステージ行ってめっちゃ予定立てたけど結果マリンから全く動かない全然動かないここでしか見れない大物はもうここでしか見ないからなってだって熱いんだ熱いあれ遠いんだもん遠いほんと遠いんだよマリンが足がもう歩きすぎて足が疲れてるから移動にバスを用意してくれたけどバス立ってんのがきついんだよきついんだでもどうしていいか分かんないのもうそう座るわけにもいかないからもうほんとこんなおじいちゃんみたいな感じでそう鹿児島にさ、うん、グレートサツマニアフェスティバルあはいはい、うん、GSH ね、はいはい、すごいよこれフェリー乗っていくんだそうそうそう移動がね、はい、GSH のフェスが始まる会場時間、はい、早すぎる早すぎるだから早いんだよ朝6時だよ朝6時オープン9時スタートだよで9時が大体ヤバティヤバティいや大体トップバッターヤバティなんだよヤバティとかね要は島に行くフェリーの時間がまあ15分くらいあってそれでみんなを連れて行かなきゃいけないから1万5000人アーティストはみんな島のその裏側をぐるーっと回って車でも行ける車で行けるけど40分くらいかかるでそんでみんなそっちから入るちょっとお客さんと同じ気持ちを味わいたいんで自分フェリーで行ってもいいですかだって A ちゃんになっちゃってる勝ったね勝ったねフェリー勝ったねじゃあ気持ちになりたいんで、はい、スタッフがさ、うん、じゃあ分かりました、朝の5時40分迎え行きますってホテルです俺朝一乗るなんか行ってねえだろと思ってでそれがもうメールで来ちゃってさおいマジか6時なんか誰がフェリー乗るんだよ冗談でボケで書いてんだろと思ったら6時超だろギッチギチあんたら早く入ってどうすんのってまたうまいんだよ ねあのフェリーの中のうどんそうあのフェリーの中で食うからうまいうまいねあのうどんがあれ不思議だよね長渕さんも好きだっていうねあのそう長渕さんも食べてたっていうね長渕さんあのうどんだけどあれはやっぱフェスの飲食店のところ出したらやっぱ売れないらしいよフェリーの中で食われてだからいいんだよ確かにあのシチュエーションちょうどいいんだよね移動してる間パパパって食べて DJ 大の字あるあるになっちゃうな俺毎年実はカウントダウンやってるはいはいはいカウントダウンジャパンのカウント DJ ブースのカウントダウンって DJ 大の字なんだけどカウントダウンのタイミング間違いがち間違いがち一番間違いがちマジで間違えるこれは要はもうカウントダウンジャパンフェスぐらいになるとカウントダウンのタイミングが大事だから、うん、一応曲全部決めるんですよ、はいはいはい、そのこうやって言って分数をちゃんと出して、うん、まあ、リストをさ、うん、アップルミュージックのあそこで作るわけですよ、はいはいはい、そしたらちょうど始まってから40分ぐらいでちょうど12時になるようにしてるから、はいはいうんうん、39分30秒で曲が終わると一番いいですよ、はいはいはい、でみんなそろそろ新しい年だぞーとかでうわーって言ったら数字がブワーンブワーンって出るんですけど、BPM 早くしちゃう俺がそれが何曲もこっちにも積もるとぽっかり開いちゃうあれおかしいこのまま行ったら2分前で終わっちゃうやべえぞこれって時にもう1曲行った方がいいのかっていう感じで2分の曲がないさないよねそう
で短い曲で何とか言ってめっちゃ早くすればいいかと思ったら今度は超えちゃうって人に優しくみたいな曲かけちゃって頑張れに行かないと切っちゃいけないじゃん。まあそっかそっか。で頑張れに行くまでにカウントダウン来ちゃった。慌てお前が頑張れお前だよ。で俺ほんと情けない、カウントダウン本当に一回間違えて10秒後に、うん、すいませんもう年明けてましたってのやっちゃったのよ、うん、だからそれで、うんすいませんってあのなんかさっきもカウントダウン出たんですけど実はもう新しい年になったんですけど改めてカウントダウンやりませんかじゃあ今あの30秒前って言ってんでもう過ぎてんだよこっちはみたいな。家族でフジロック行ったのにその時はやっぱすげえ天気悪くてで俺の友達家族とうちの家族で行ってその時の天気の悪さを超思い出にしてんのよ。フジロックってなんか悪い方がああだったね、こうだったねって盛り上がったよ。そうそうそう、あの家族旅行も喧嘩したことばっか思い出すよねフジロックもさ、天気悪くなったら寒いんだよね。うんうん、で、あったかいも食べたいからもううどんをさ、俺買いに行ってさもらって、ここまで持ってくる間にも全部こぼれてるからもうないでしょグラムすごいからねうちの奥さんもさすげえ寒いからコーヒー買って受け取ってここに持ってきたらもう雨なの雨コーヒーです雨コーヒーってだって俺フジロックでやっぱり初めてフジロック行った時にまあやっぱ1日超歩いてフィールドオブフェムみたいなところまでステージ行くとさもうすごい距離だもん。1日が積み重なるともうほんとね2万本以上ですよ絶対、うんうんうん、最後ヘトヘトになってホワイトステージかなんかで電気グループが虹っていう曲やった時に、うん、開いたもんね。ああなるほどね。自分のその時の感じも含めて、はい、はいはいはい、はい、うわーってなんか今全身で俺今音楽浴びてるみたいな。おあれはもうねやっぱもちろんサマソニックは便利なんだけど、はい、あの感じはサマソニーない、うん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 、サマソニーはむしろ逆にマリンでずっとこうやってあこれ一応言っとこう。俺フェスあるあるでこれが多分ねみんな行ったことない人は最初に間違えます。アンセムの凄さ目の当たりしがち。あこれはやっぱフェスって何かって言ったら、うんうん、結局みんなが知ってる曲1曲持ってたら、うん全然違う。全然違う。確かにね。最初俺たちもロックフェスがやっぱりその始まった時って海外のバンドの方がすごいっていう時代のやっぱフジロックってそうだったし、はいはいはい、だからロック好きなやつがやっぱめっちゃ来てるっていうイメージで来るわけだから。ほら1回目のさロックフェスでやっぱなんかイエローモンキーがアルバム曲しかやらなかったってそういうことだったりするからね。だけど実際フェスの現場ってやっぱりあの空間の中にみんなを一つにする曲って、うんうん、とてつもない景色はいはいはい。まあやっぱライジングサンのやーやーやー、うん、チャギアンダスカのねあとあの芝歌もすごかったよ。ザ・ブームのそっか、うん、歌えるしな。でモンパチなんてやっぱ小さな恋の歌、うんうん、やんなかったあれ暴動系だねそうだよ。なんでやねんな。なんでやねん。小さな恋の歌待ちだもんちょっとねいやもちろん新曲とかいっぱい出してるんだよ。もちろんもちろんそれすごいいいことなんですよ。でもたまにアーティストでとんがった人がいてその新曲なんてモードじゃないっすわっていう人いるんだよね、うん、あのロックフェスに変に構えてくる人、うん、あれはね不幸せな風景。そうそう本当にあれはねよくない。あれはね全員注意。だから俺ロッキーオンにさ初めてさ夏のロッキーオンにあのミスチルが出た時にさ、うんうん、渋谷社長がさ、はい、セットリスト勝手に車線引いてイノセントワールドって肩が下がった俺あれ大好きなエピソードよこれやんなきゃダメでしょみたいな。これはね本当にあれ不思議だよね。で逆にこれをやった瞬間の空気ってすごいからね、うんうん。オアシスとドントルックバックヤマもそうだし、うん、やっぱ日本だとレディオヘッドが、やっぱ世界ではやらないのに日本だけなぜかクリープやるって言ってね、すごいからな、あの時のうわーってやつ。あのイントロかかっただけでみんなそうだ、ね、死ぬよ。あんた何が一番フェスアンセム、はあ、何でもいいよ。サマソニの時のビースティーボーイズ、うん、おうおうおう見えたんですよ。ああ、はあ、その時のサボタージュ。ああ、やっぱ俺らの。いや俺ら超好きや。
MV も地球で一番かっこいいかもしれない。いや、サボタージュだったな。あー、なるほどな、うん、俺はやっぱり矢沢駅の止まらない母だね。あーね、で普段はあれタオル投げる、矢沢さんのタオルなんて、ね、その日だけ、うん、そうそう、パフュームのタオルがまったりするわけよ。そういろんな音楽ファンが、あれこれは知ってると、タオル投げるだけでいいんだっていう、あれがフェスやね、俺からすると。いろんなアーティストのタオルが回ってたもんね。そうそう、ただまあ1点だけ普通のフェスと違うのは、終わったらそのままバックヤードにリムジンがあって、そこに A ちゃん乗ってそのまま帰るんで楽屋戻ってこないアーティスト初めて、初めてね。ぜひ皆さん、はい、いろいろフェスで現場で会うことがありましたら、ね、夏フェス声かけてください。はい、応援しましょう。日本一距離の近い敷居の低いフェス出演者目指しております。よろしくお願いします。フェスの出演のオーバーでございます、はい、チャンネル登録しちょくれー。